美咲と申します。お願いします。私は今現在学業の方で専門学校で学ばさせてもらっています。舞台照明のお仕事を学ばさせてもらっています。きっかけはライブに行くのがすごく好きで、私もその客ではなくてスタッフとしてアーティストの方々のライブを華やかに手助けしたいなって思ったのがきっかけですね。はい、私がタバコを吸い始めた理由は、ちょうど二十歳になった時すごく病んでいたというか、なんか気持ちがすごく沈んでいた時期でして、何かに依存したいってすごく心の中で思って、スマホで検索かけたら、まあ二十歳ならタバコとかお酒とか合法なので、挑戦してみようかなみたいな。タバコお父さんも吸ってるし、同じ友達も吸ってるので、私も一回ちょっと挑戦しようかなと思って、あとは単純にその漫画のキャラクターでタバコ吸うキャラがすごく好きなので、ちょっと憧れもあって吸い始めました。銀魂の土方歳四郎とか、最近だとチェンソーマンの姫野先輩とか、早川明君とかが吸っててかっこいいなと思ってます。今吸っているタバコがセブンスターの14ミリを吸っています。結構きついです。結構きついですね。最初重ってなりました。タバコの銘柄の反逆といいますか、一番最初はどういうタバコですか？一番最初はウィンストンキャスターのホワイト3ミリを買って吸い始めましたね。そこから3ミリから5ミリにして、あとは友達に赤丸もらったり、ラッキーストライクもらったりとかして、あと私アイコスの方も吸ってるんですけど、アイコスがメンソールなので、紙タバコのメンソールも吸ってみたいなって思って、メディウスオプションパープルの5ミリを吸ったり、あと友達にもらったメディウスの普通のメンソールを吸ったりして、で今はセブンスターになりました。セブンスターにした理由って？はい、そうですね、セブンスターにした理由は単純にかっこいいから。重たいタバコ吸ってる女性ってすごく、ハイライトもそうなんですけど、かっこいいなと思って、ちょっと最近物足りなくもなってたので挑戦してみようと思って。いいところは気持ちが落ち着くところと、あとは喫煙所とかに行くと普段喋らない方々とか講師の方々とかと、なんだろう、会話が生まれるのがすごく好きで、なんか普段話さないからこそここに行ったらあえて話せるみたいなのがすごくタバコのいいところかなって思っています。タバコ吸っていいエピソードはやっぱりそのさっきも話したんですけど、普段あんまり話せなかった友達とか他のコースの方々とすごい話すきっかけになって、こんな銘柄吸ってるんだとか、タバコ以外にもこういう授業を受けてるよとかっていう会話が生まれて、そっからなんだろう、私だと喫煙所以外でもすれ違ったりとか同じ授業をかぶったりとかしたら話すようになって、友達増えたってみたいな、これのおかげで友達増えたのがすごくタバコを吸って嬉しかったことですね。おいしいと思った瞬間がなんだろう、授業が例えば1限から6限まるまる授業あった時の後とか、すごく疲れてる時に1本吸うと、あ、終わったみたいな、1日疲れたなっていうのがちょっとマシになる、なんかこれで終わったからもうあと帰るだけだみたいな気持ちが安らぐ瞬間ですかね。染み渡る。そうですね、アイコス含めて基本10本前後吸ってますね。まあ最近だとちょっと多くなってきて11本12本と増
増えてきてはいるんですけど、基本10本前後で吸っています。タバコとは精神安定剤ですかね。なんだろう、あとは本当に吸ってる女性の方とか男性の方とかすごいかっこいいので、ああ私もこのかっこいい人の一員になれたのかなっていう気持ちもあります。やっぱり落ち着く、あのお財布とか携帯とかと同じ必需品になってしまったのかなって思っています。好きな YouTuber は、タバコ関連ではない人だとマータスさんがすごく好きですね。タバコ関連でしたらパフワカさんがもう本当に毎日動画見るぐらい好きです。多分見てくれる。やったー